ございます。7月の8日の朝7時過ぎぐらいですね。茶色いファミリーマート、ファミリーメイトだってファミリーマートがあったんでちょっと寄ってみましたけど、まあね、ちょっと仕事が早い日だったんで、終わりがね、ちょっと通勤の途中でちょっと道をそれて、この間ね、ちょっと通りがかったスポットにまた寄って帰ろうかなと思って来たんですけど、本当はね、もっと早い段階で動画回してこようかなって思ってたんですけど、雨がね、パラ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 降ってきちゃって、まだ梅雨明けする様子がないんでね、だいぶ雨の日多いですけど、参っちゃいますね。あ、カメラ回せないななんて思ってたら、曲がるとこ通り過ぎて、先ほどスタート地点だった茶色いファミリーマート見つけて、お、珍しいななんて写真撮りにね寄っちゃいましたけど、まあせっかくなんでね、雨の闇間じゃないですけど、まだ行けるななんて感じでフラフラしてます。まあでね、まあよくよく考えてみたらね、私はこの趣味とね通勤で両方で忍者使ってますけど、まあ、通勤でもね、まあ、バイクが乗れるんで、まあ趣味だけでねバイク乗ってる人よりはバイクに乗る機会が、まあ、あるかなっていう感じですよね。まあ幸いこうバイク通勤が OK な会社なんで、そこは本当にありがたいところだなと思ってます。やっぱね、こうちょっと早く帰れる日なんかはこうやってふらーっとねどっか寄って帰ったりとかできるんで、普通のねバイク通勤できない会社なんかだとね、やっぱこうもいかないですから、まあその辺はなんかこう恵まれてるのかなと思ってます。まあね、逆を考えればバイクの距離はねあれよあれよという間に増えていっちゃうんで、そこは難点ですけど、まあ、メンテナンスしっかりしながらね末永く乗っていってあげたいなと思ってます。で前にね柳原水港行った時にね動画で挙げた通り、混んでる道路を混んでる側に入っちゃったんで、まあ混んでますね。全然さっきからこんなんばっか。反対側から走ってきたんですけど、やっぱり混んでるよね。うん、まあ298開通してだいぶ良くなったみたいですけど、それでもまだまだ混んでるかな。通勤で使ってる人は大変だよね。自分の中絶対通りたくないけど、これかな、これだ。また間違えちゃうからね。お、前からバイク来た。お、すげえのいるな。お、すごいな。あれ、川崎ってさ、今、屋根に書いてあったけど、カメラに映ってたかな。あれ、すごいね。あんなのあんだね。昔、PCX がちょっと欲しいな、なんて思った時があって、ああいうさ、なんか屋根見たけど、すごい高いんだよね。もうなんか中古でスクーターも1台買えんじゃないかなっつぐらいねの値段してたから、もしかしたら前の動画を見て見覚えがある方もいるかと思いますけど、また同じとこ通ってますね。柳原水港行った時と同じ道ですね。いやー、また降ってきそうだな。降ってきたな。よいしょ、遠回り。なんかね、後々確認したら、ツイッターのフォロワーさんとかがよく通勤の時に写真撮ってるスポットでしたね。なんか見覚えあるなとは思ったんだけど。おぉ、枯葉が飛んで。到着ですね。今回は短編動画になってそうな気もするけど、ちょっと雨なんでね、あんまりカメラ回してられなかったんでしょうがないな。まあ、今回はバイク通勤の
ちょっとした散歩の動画ですね。まあ、ここに着いたんで写真でも撮って帰ろうかなと思います。じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。